こんにちはアララフォーー独身女性専門カウンセラーの深田静香です私はメンタルコーチの先生に副業に成功した理由をインタビューしてきました前回 YouTube で流した音声はその第1回目だったんですけどその時にお話しされていたのが先生は副業をしようと決めていたことがその成功した理由の一つだと言っていました今回はその続きになります 他にはどんな理由があったのかそれではお聞きくださいで次の2つ目がね、はい、こう副業っていってもいろんなやり方があるよね、うん、例えば、まあ、どっかの会社に勤めてて、はいはい、5時に終わるから、うん、それから、まあ、例えば6時から9時までコンビニで働いてそれから家に帰ってって、うん、なったら、まあ、それも立派な副業なんよね やっぱり限界があるし体を壊す、うん、うん。で僕の場合は最初からその副業というものをその起業、はい、自分でビジネスをする部門という職種を選んでたということね。はい、はいはい、うん、だからその自分の体力任せに働くという時給という考え方じゃなくって。 でサラリーマンを続けてもう一個ビジネスをその自分で起こすという形の副業をしようと決めてたということそれが成功した2つ目のポイントはいいかがでしたか先生が 副業に成功した理由の2つ目を教えてくれました。この前も言ったんですけど、私の先生はすっごい変わった先生なんですね。まあ、そういう私もだいぶ変なんですけど、その先生がええー、と自分でビジネスを起こしたことっていうのが、まあ、あの副業に成功した2つ目の理由だったなっていうことを教えてくれました。 あの副業って言っても本業をしながら他のところに雇われるっていうのも副業だと思うんですね。でそのいろんな方法の副業があると思うんですけどその中でもあの自分で起業しようとしたこと実際に起業したことがその副業に成功した理由っていうところを 教えてくれたんですけどまあ23年前にね本業をしながら自分で起業するっていうところがなかなか変わってるなと思うしかなりすごいことだったんだなって思いますはい、では今回はこれで終わりますこの続ききはままた次回流していきますねではアラフォー独身女性専門カウンセラーの深田静香でした。